また花火が。ちょっと、頑張ろう。わし、何僧侶だっけよくわからん。ちょっと待って。僧侶わからず来たっけ。無謀じゃろ、わし。ちょっと待って。ベホマラしとけばいいん、わし。何をするん。ちょ、誰か死んどる。死んどるわ。ちょっと見て勉強。うん、勉強、うん。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。すいませんね、わし。ちょっと、また、無謀にも天使じゃない、僧侶の練習したいばっかりに。ちょっと待って、わしはなんでこんなに死ぬのかな？何か問題があるのかな、わし。ジャッジ、死ぬ、防御、戦。どうしてわしは死んでるのかな？わしは生きとる。ちょっとこれ善と多難じゃね、わしの僧侶じゃけ。ザオラル、どんどん生き返らそう。ブラッチさん。あ、いや、待って、みんながやってくれとる。いいよ。ちょっと待って。わし何？負けっかいか。もんじゃ。もう、わたあめ食べてなかったわし。あれ？バラシュナってレギ、あ、ちょっと待って、みんなが死んどる。ちょっと待って、わし天使しとらんのに死んだ。ちょっとこれ地獄かもしれん。あと飲食が苦手です。うん、あ、マオさん？うん。あ、魔法とかってこと？そういうこと？ちょっとわし、そう、賢者さんとかにした方がいいの？これ。どう思う？誰か見とってアドバイス。もしかして賢者、わしの僧侶だとちょっと大変そうじゃけ、もう一人賢者を入れた方がいい？とか、意見あったら言うてね。ちょっとわし、どう思う？ウサバンハ。モカさん、ウサバンはいらっしゃいませ。ちょっと待って、わし天使やろ？天使をするじゃろ？ほんで何？先にベホマラーするの？死人をほったらかしにしとるけど、いいん？わし死んだ。ほら。ねえ、ちょっとどう思う？わし、わからん、そうだ。うん。頑張るわ。どうしてこんなに人が死んどるの？わし、問題があるの？さあ、ややさんいらっしゃいませ、うさばんは。コメントありがとうございます。ちょっと今、わし、負けっかいしよう。これ、呪文耐性ないけん死ぬんかな。負けっかい、みんな、余裕あれば。ちょっと待って。聖なる祈りとかしとらんよ、わし。ちょっと待って。聖なる祈り？ちょっと待ってよ。ちょっと分かってきたかもしれん。そこに死んどる人、なんとかせんといかんわし。明日早いので休みます。あ、モカさん、おやすみなさい。うん。わたあめ食べるの忘れとった。頑張ってください。ありがとうございます。また遊びましょうね。ゆっくり寝てくださいな。ぐーぐー寝てください。わたあめ忘れとった。もしこれ全滅したら誰かさ、賢者やってくれる？できそうな人おったら。ちょっと待ってよ。ザオトーン溶けた。ねえ、ありがとう。あ、ウサバンは、うん、ニノさん、ウサバンはいらっしゃいませ。
うん、キッキチさん賢者に会いの賢者行きます。よろしくお願いします。あまりにもわしがなんか怪しい聖なるね。そうすると賢者さんじゃけ、そう、まあでもこれでもしかしてまだ14分あるけ、なんかいっぱい死んどるんじゃけど、うん、あららら、生き返った。わし負けっかいす。ちょっとまず自分の身を守らせてもらうわ。負けっかいと天使あれば、あ、死に、死人おる。聖者の歌、これで全員生き返る。あ、わし社員、わし死んだ。聖者の歌をして死んでった。負けっかい。いや、天使。いや、天使って言いながら負けっかいした。天使。わわわわわわわ、殺される。赤いとこで。うん、いい機会って。ちょっと待って。ちょっと待って。まず天使をすればいいのね。ソウル。ちょっとわしは死んだよ。あ、死んでない。ザオラル。死んだよ。わし、まず天使？何これ難しいんじゃけど。わし死んだよ。また天使で。これどう思う？誰か、詳しい人教えて。もし、ちょっと、青様、ちょっと僧侶やめて、海賊でも死んちゃいって言うてくれたら、わし、転職するけ。それでもまだ、マシかね？おった方がマシかね？ニョロッチさんを生き返らさんとさ、カノンさんと。あ。あ、わし一人？まさか。チームごとに前後で分かれるの流行ってますか？何それ、意味がわからん。どういうこと？前後で分かれるってどういうこと？何そのやり方、わしわからん。どういうこと？パーティー同士でなんかするん？全く意味がわからん。どうしよう。誰か、さやさん、もうちょっとわしにわかるように説明して。うん。パーティーで前後に分かれるんよ。バラシュナの方に4匹だ、4人おって、後ろに4人おる？あ、ジャッジ。ああ。ジャッジがみんなに当たってしまうので。うん。ほう。うん。私、僧侶やりますか？うん。あ、エゴマンさん、僧侶やる。わし、海賊にしよっかな。あ、ちょっとあまりにもひどいかもしれん。ほな。まあ、でもまだわからんよ。これ勝つかもしれん。一応でも書いとこう。エゴマンさん、そう。わし、海賊になるわ。ちょっと僧侶の練習をこれでやろうと思ったのが無謀じゃったわ。こんな難しいやつで。バラシュナの前と後ろに。あ、向こう、あ、バラシュナを真ん中に挟む。青様海賊してもらえれば私僧侶で頑張りますがどうですか？うん。ってことは何？はい、僧侶に賢者にってこと？エゴマンさんとキッキチさんが僧侶するん？
どうしたらいいん？僧侶2、賢者2なの？わし海賊に転職してくる。そんなにまとまってるとジャッジの逃げ場がない。うん、まとまるってどういうこと？で、4人ずつ、ほな僧侶2人でいいの？キッキチさん多すぎる？僧侶2って。やりながら考える。最近ね。うん。はい。何に対してのはいかがわからん。あの。じゃあ、エゴマンさんとキッキチさんで僧侶か賢者かちょっと考えて、わしわからん。もう。僧侶1でいいんか、2おった方がいいんかが。ちょっと見とる人どう思う？僧侶2の方がいい？僧侶1と賢者3にするのと、僧侶2、賢者2にするのどっちがいいと思う？誰かなんか言って。もうどっちでも変わらんよって言ったら、どう適当にやる。わあ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 。おー、隙間を逃げた。そっちのチームで操業します。そっちでチーム？じゃあ、エゴマンさん何をすればいい？それぞれのパーティーで、魔法に賢者操業でいいと思うけど。それぞれのパーティー、じゃあ僧侶2でいいよ。エゴマンさんとキキチさん僧侶やって。で、賢者は、カノンさんとニョロチさん。あ、パーティー別に分けないかんってことね。なるほど。そうしよう。じゃあ、わしとこの、ほんなニョロチ。現地出てマジバリするのはどうですか？わかりません。それがいいんかどうかわかりません。全然。魔法のところに海賊でも、んじゃけ、わしとたくやさんと、じゃ、にょろちさんと、エゴマンさん変えるか？じゃ、ソウルと賢者。ちょっと、天地とかっていう意見出てきたけど、わしにはわからん。でも、黄色くなったよ。意外と勝つんじゃない？これ。あ、天使しとった。ねえ、なんだかんだって勝つんじゃない？ちょっと待って、間違えた。なぜか魔法を生き返らしてしまった。生き返らすべきは賢者でしょう。ちょっと、天地ってどうなん？わしにはわからん。その場合どうしたらいいん？天地を入れたら。何の代わりに天地なん？奴隷を外して天地にするってこと？うん。どれの代わりが天地になる？まあ、そこがわかる。わし何をしようと思ったんかいね。天地はどこに入ればいいんですか？っていうか誰がするんですか、天地を。わしはできんよ。もう。天地なら体制ある？天地なら体制あるさよ。な、僧侶1ってこと？バラシュナの4人半派やったことありますか？わし？称号持っとるよ、バラシュナ。うん。わし、ベルメゼ4以外全部称号持っとるよ、ちなみに。まさかってお思いでしょうが。ウサバンは、うん、ガッツさん、ウサバンはいらっしゃいませ。うん、その構成で前後に分かれるんよ。
うん、じゃけ、4人じゃろ？うん、わかった。これ、今4人に分かれる。今4人ずつ分かれる？みんな聞いとる？4人ずつに適当に分かれよ。賢者2位はばらけるようにして。あと4分か、ちょっと厳しいかな。そうよ、天地、カカロンって三蔵大聖ってことかな。ウサバンは、うん、ウサバンはカルビツイカさん。なんとなく4人ずつ分かれよ。あ、ここもうで、これ何？うん、カノさんどこにおる？カノさんに MP。 もう一個行く？カノさんに MP。 まあ、とりあえずちょっとこれあと3分全力で頑張って。あ、赤くなった。もしかして勝てるかもしれん。あ、これ、まずダメか。あれ？また飴食べれんじゃん。わし死んだわ。そうよ。諦めずにやれば終わるかもしれん。みんな、最後の1秒まで諦めずにやろう。そして、この、バッタバッタの動画出したら面白いかもしれん。この、大騒ぎしとるやつ。ちょっと待って、ごまんさんの横でわしは。ちょっと待って、天使をまずして、あ、8問避けた。ほんで、まず先にカノンさんを生き返らさないかな、わしは。ほんで、わし死んだ。あ！勝った。ねえ、ちょっとこれ。勝ったよ、その、なんやらかんやらせ。これ動画見た人多分驚くと思うよ。多分。これ出すわ。世間に。あ